使ってスラリーたちとゲーム対決するから、みんなお楽しみに。その前にアルポケチャンネルから、はい、やばー、オッズコースポケット見るなよ、アルポケチャンネル。今夜のアニポケでは、海の平和を守るヒーロー、イルカマンとであるの。イルカマンはナイーブフォルムとマイティーフォルムの2つの姿があって、マイティーフォルムになればクルーズ船を持ち上げるほどの怪力になるらしいぜ。怪力だと、俺もイルカマンのマイティーフォルムになりてえな。というわけで今日の動画は怪力で持ち上げろ、マッスルポケモンチャレンジ。ポケモンと同じ重さのバーベルを用意したので、イルカマンに変身したショーゴが全て持ち上げることができるかに挑戦。というわけで、今回挑戦するマイティーボルムのショーゴがこちらです。うるさい、うるさい。そして今回はこちらのポケモンたちと同じ重さのバーベルを用意しました。はい、バーベルとメハリ10キロ持ってもらいたいな。確かにね、そこまでいけたらかっこいいな。学習漫画人物館があるぞ。そう、そして私と同じ名字のひげかたとしばの漫画
仲間だからみんな読んでみてね。さあこの後はプロックキラキラ、小学校でいろんな特技を持つお後を探してきたぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
です。お表彰のバトルは最初に山札から7枚の手札を引くところから始まる。この時手札に種ポケモンを引けないとバトルを始めることができない。つまり種ポケモンの引きの強さも重要になってくるんだ。そこで最初のバトルはスマリーとミラクルが山札から7枚の手札を引いてより多くの種ポケモンを引いた方が勝利だ。さあ種ポケモンを買いに行きましょう。やっていきましょう。スマリー、そしてナラックル。まずはね、山札がここにあるんで7枚にて。わかった。教わるのは1
一番の見せどころを習得しようと。おお、大井先生のモーニングさん振り付けレッスン、ラストは一番の見せどころをマスターしよう。覚えてもらうのは一番の見せどころ、これだ。かっこいい。スピンプルフォーはリズムに合わせて止まらず踊り続けよう。ダンス初心者の3人はできるころ、まずは前半ブロックから覚えていこう。動きとしてはすごい簡単で、ドラえもん大好き。おばさんはTVerでも
配信中。お気に入り登録もよろしく。さあ、ポケカチャンネルのみんな、今日は来てくれてどうもありがとうございました。どうでした今日の朝。いや、楽しかったですし、やっぱ決着つけたいですね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。